今日の試合のハイライトを振り返りましょう。松本優、今日のスワローズ先発は左の寺島でしたが1回です、ランナー3塁に進められて2番の松本剛がライトへの大きな犠牲フライ。1回の表にファイターズが先制します。お客様にお知らせいたします。先頭バッター細川のスリーベースヒットがありました。次回の戸田球場での試合は2番の細川です。そしてなおもランナー2塁に置いて5番の渡辺亮のセンターへのタイムリーヒット、さらに1点追加して1回の表2点を先制しましたファイターズです。万波がレフトフェンス直撃となるツーベースヒットを打っていました。立ち上がり寺島から2点を奪いました。一方ファイターズ先発の上原健太、ショート上原も最初のバッター松本優にツーベースヒットを打たれ、並木がバントでランナーを進めて西田がライトへの犠牲フライ、同じようにスワローズも犠牲フライで1回の裏1点を返しました。そして3回です。ヒットのランナー西田を1塁に置いて太田がこの右中間への逆転となるツーランホームラン、今シーズン第7号のホームランでございました。7号となる逆転となるツーランホームランを打ちました太田健吾です。バッターはしかし4回の表、今度はファイターズ8番の指名打者宇佐美のこの一発、流した打球はレフトスタンドに入りました。今シーズン第1号となる同点のソロホームラン。4回の表ファイターズ3対3の同点に追いつきますが、今度は5回の裏再びヒットの西田を一塁に置いて4番の太田健吾はこの弾丸ライナーライトスタンドに放り込みました。勝ち越しとなるツーランホームラン、5対3と再び2点リードに変わります。太田選手今シーズン第8号のホームランでございました。2打席連続となる太田のツーランホームランです。そして6回です。今度はまたファイターズ先頭バッター変わった鈴木優太から今川がライトへのソロホームラン、今川選手今シーズン第12号のホームランでございました。今川今シーズン12本目のホームラン。バッターはしかしその後ファイ、スワローズ小沢丸山とつないで最後は9回杉山、同点のランナー三塁まで進められましたが最後は松本剛追い込んでから空振りの三振を奪ってゲームセット、スワローズが1点差守りました。5対4で今日のゲーム勝利しています。試合終了でございます。